タジバックミニ。今回はこれ USB メモリー 16GB のものを買ってきました。いや、これ全然珍しくもない普通の USB メモリー、 USB 2.0 で税込み550円。ってことは、はい、お値段も含めて本当ご紹介するほどのものでもないんですけど、ただこれなんと100円ショップキャンドゥで買ってきました。実は今回これと一緒に紹介したかったものがあるんですけど、はい、SD カード。これも珍しいものではないんですけど、100円ショップで売られてるとするならばちょっと面白いですよね。で、今回これ、はい、見覚えありますよね。ハイディスク磁気研究所。パッケージ背面はこんな感じ。気になる方は一時停止でご覧になってください。はい、それでは開けていきます。はい、本体外観はこんな感じ。正直表面はかなり安っぽい樹脂です。蓋を外すとこんな感じ。ごくごく普通の USB メモリー。はい、こんな感じです。それではこれベンチマーク撮ってみます。はい、こういう結果となりました。このあたりうまく測れてないの何なんすかね。ってことでこれ、はい、手持ちにあった USB 3.0 のメモリー、ちょっとこれも試してみます。はい、それではスタート。はい、こういう結果となりました。いや、これ全然違いますよね。このあたりもやっぱりちゃんと測れてます。はい、どうでしょうか。いや、こんなにも差が出るとは思ってなかったんで、どうなんでしょう。よかったらご参考になさってくださいとしか言えません。それでも気になるっていう方は100円ショップキャンドゥさんで販売されてます。よかったらお店で探してみてください。同等品の Amazon リンクも説明欄に貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。ではまた次回。